トヨタ案外池記念館は愛知県豊田市池田町南250番地にあるトヨタ自動車の博物館である。1974年にトヨタ社生産台数累計1000万台を達成を記念して開館した博物館で主な施設にトヨタ創業展示室、倉ヶ池アートサロン、旧豊田紀一郎邸などがある。トヨタ創業機の年表や写真の展示、 食器や、トヨペットクラウン、トヨダ AA 型乗用車などの車両展示、1、5車両模型の展示、創業期の特徴的なシーンを再現したジオラマや、衣工場のジオラマが展示されている。また、虹をかけた男たち、トヨダ・キイチロー、夢への挑戦と題された15分間の立体音響映像を上映している。トヨタ自動車所有の絵画などを企画展示する施設。 1933年に建築された、トヨタ自動車創業者、豊田木一郎の旧別邸で、1997年まで、豊田昭一郎一家が住んだ。鈴木佐次によって設計された、バイオを折衷建築で、名古屋市の南山にあったものを、移築修復したものである。2013年3月にはガレージが新設され、木一郎に関する車両などが展示されている。 ウィキメディアコモンズには、豊田喜一郎邸に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。